庄司博。昭和32年東京都体育館で開かれた日本空手協会主催の第1回全国空手道選手権大会。山形から出てきたばかりの見るからに朴訥そうな青年庄司博の演ずる型は観衆の度肝を抜いた。力とスピードをたたえた技の迫力が場内を圧倒したのである。空手界初の日本選手権者の誕生であった。その5年後にはわずか31歳で日本空手協会の指導部長に就任。以後幾多の名選手を育成し空手道の発展を演出してきた男でもある。空手では接近技ほどバラエティに富んだものはない。突き、蹴り、鉛筆、裏剣、肘打ち、膝打ち、投げ、関節技、抜き手、熊手など千変万化である。庄司にとっては一旦相手の懐に入ってしまえば突くも倒すも自由自在であった。小柄な庄司はこの接近技に全てを託して大きな相手の懐へ猛然と飛び込んでいき、自ら新たな時代を切り開いていったのである。